こんにちは、ザッチです。ステファニーです。ということで、動画のタイトルにもある通りなんですけども、この度同棲を解消することになりました。約1年間ですかね、2人で暮らしてたんですけども、まあなんて言いますか、価値観の違いというか方向性の違いというか、そういうのもあり、この度僕がこの家から出ていくことになりました。ごめんなさい。まあ私の方がですね、やっぱザッチ君よりゲームの方がちょっと好きだったんで、ちょっと Apex っていうゲームをね、やりすぎてしまって、ちょっと中澤さんとコンタクトが取れなかったのもありまして、そこの辺はちょっと自分がちょっと好きなことに熱中しちゃったっていうのもありまして、話さなくなったっていうか、いらなくなったというか、ということでね、同棲解消はしますけど、別に仲が悪くなったってわけじゃないです。めちゃめちゃ嘘ついてました、すいません。もうちょいなんかいろいろ言いたかったんですけど、何時？深夜の2時です。はい、頭割りませんでした。はい、すいません。まずはもうさっきまでずっとね、もうね、ラージャン勝ってたんで無理でした。当時やってました。当時やってました。世の中はね、ライズやってますけど。そうですね。おかしいな、お金がないんです。はい、ということで、まあシンプルに同棲解消っていうか、僕が自分で家を借りれることができたので、ステファニーさんに住まさせてもらっていたので、そこから脱獄できるって感じですね、やっと。ここ地獄かよ。まあプリーズブレイクするんか。まあつまり引っ越すことになりました。イエーイ、いった。彼もとうとう就職するようです。すいません。ユネスコに。ユネスコ、ユニセフかもしれない。ユナイテッドしてな。1年くらいはお世話になるかなって言っていたので、まあそれまでに、まあ、自分で自立できなかったら YouTube オワコンだねっつって、なんとか本当に自分の力で借りれることができたので、奇跡ですね、本当に。そうですね、本当に奇跡です。すまない動画なのにね。おい、まあ、本当しいって言うなら、前ほぼほぼ毎日一緒にいたので、つっても俺結構実家にしょっちゅう戻ってたから、めっちゃ悲しいってわけではないけどね。そうね。いや、むしろ多分2週間に1回とかに会うくらいの方が絶対楽しいしね。そうだね。そのたびにね、その帰る時にお互いキョムキョムプリン。お互いにも顔見飽きてるだろうし、見飽きたもんね。お互いにね、汚い顔面ですから。僕は綺麗ですね。体は汚いですけど。ありがとうございます。なので本当仲が悪くなったってわけではないですね。殴れるもん。仲悪いな。、ね、まあぜひボコボコにされたいって方は僕まで、ね、ツイッターの方まで連絡ください。お願いします。クッパ写真送ってもらおうかな。やめろお前マジで。修行とかしないで。もしかしたら俺がもうこの動画で最後かもしれない。ああ、二人集まっちゃうと楽しくて、動画どころじゃない。動画どころじゃない。動画する暇があったら遊びたいもん。いや今も、ね、そうだから寝たいもん今。寝たいだけだけ。じゃあまあ最後にじゃんけんですか。違います。一応二人で一緒に住むってことがもうなくなっちゃうので、お互いに一言ずつって。こんな真面目に言うことないからね。そうだね。泣くかもしれん。全然絶対仲間ごめん。今は無理よ。もう今アルギとカルにバリバリ入ってるから。もうダメだよ、こいつの全員入ってるから。そうっすね、まあ約1年間ですか、住まさせていただいて。いや本当にいろいろお世話になりました。あ、どうもどうも、こちらこそ。ありがとうございます。まあいろいろありましたけど、家賃万から1万に上がったり、一緒にねギターとベース買って、一時期バンド組もうとか言ってたけど数週間でやめたり。お世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。マジであなたがいなかったら僕は今いないので、いい友達を持ったと思いますよ。よかったですね。ありがとうございます。生き別れの兄弟ですからね。いや本当ね、もうこいつが今ここにいるのは俺のおかげです。プラスこいつが動画やれてる、イコール君たちがこの動画を見てる、それも俺のおかげ、お前らは俺に感謝しろ。はい、今コメント欄に顔までこいつとか言ってそうですね。そういうコメント見つけて僕全部低評価します。尖ってんな。体型悪いのに。そうですね、ちょうどここに来たのは僕たちの誕生日、20歳の誕生日。おお、すごい。ちょうどに中澤さんがここに来て、まあほぼ1年、まあなんだかんだね楽しいわけです。自分としてもそんだけですかね。楽しきゃいいんすよ人生。そうなんよね、楽しんだもん勝ちなんですよ。そうなんよね。仕事辞めても、しかもこの動画が上がる時期自分の妹が誕生日なんですよ。まあ見てるんですよねこの動画自体。うん、だからここに言わせてください。うん、誕生日おめでとう。おめでとう。使うな。普通に LINE しろや。LINE するのもめんどくさい。編集すんの俺なんじゃん。今編集してるお前にもちゃんと言っとくけ。ああ、ごめんね。くそ。まあ一つだけ言わせていただくと、はい、まだ僕自身もまだアシスタント自体は辞めないんで、もしかしたらね、メンバーになるかもしれないという。絶対なんねえな。まあまた、引っ越し先でも、ザッチチャンネルよろしくお願いします。ついでにね、ステファニー君も YouTube でなんか生放送やってるみたいなので。Apex したい大好きな人、小林ペックスっていう、クランがあるんで。来たね。今、3人しかいないんですよ。3人しかいない。それじゃあ、また次のところでお会いしましょう。さよなら。よし。こいつやば。